23回国際交流フェスタになります。それでは開催いたします。一日ここにおりますんで、一つイタリア語でも日本語でも何でもいいですから、一つお話をいただいて、今スマホでね翻訳機能もありますんで、先ほど私もやりましたけど、非常に素晴らしく、通訳といいますか翻訳ができました。そんな中でですね、今日は一つ楽しい一日を過ごしていただきたいと思います。まずは開会といたしましてのご挨拶でございます。ありがとうございます。それではご来賓の皆様からご挨拶を頂戴したいと思います。はじめに伊東市長小野達也様お願いいたします。はい、皆さんおはようございます。第23回の国際交流フェスタ in 伊東、本日は BAT 市からも、22人の訪問団が、訪れていただきまして、盛大に開催できますこと、心からお祝いを申し上げます。In questa splendida stagione autunnale mi congratulo vivamente perché la 23esima festa scambi culturali internazionali ad Ito sarà tenuta in pompa magna。本日伊東市と友好都市を提携しておりますイタリアのリエティ市から、副市長でございますスティン・バルディダニエル様をはじめとする訪問団の皆さん、参加していただいております。 In quest'anno abbiamo anche la presenza di vice sindaco Simbaldi e signori della delegazione della città di Rieti Italia。 1985年にリエティ市と伊東市が友好都市となり、本年で33年を迎えました。
その間に両氏がお互いに訪問し合い、新しい友好の歴史を刻むことによって、両氏の友好関係は着実に深まってまいりました。Dal 1985 anno in cui la città di Rieti e la città di Ito siamo gemellate, a quest'anno è trascorso 33 anni. In questa storia della nuova amicizia, visitandoci reciprocamente tra le città, il nostro rapporto è venuto sviluppato di più.本フェスタではさまざまな日本文化体験やステージショーをご用意しておりますので、リエティ市訪問団の皆様をはじめご来場いただいた皆様には国際交流の輪を広げるとともに、この機会をぜひ異文化理解を深めていただければというふうに思っております。Oggi abbiamo preparato la veglia e le varie attività della culturale cultura giapponese e gli spettacoli di varietàIn questa occasione spero che i signori della delegazione di Rieti e i signori presenti espandate l'ondata degli scambi culturali ed approfondite la comprensione sulle culture diverse. 今後も市民の皆様がこのような国際交流活動を推進していただくことを切に願うとともに、伊東国際交流協会の今後の一層の発展と関係者のご健勝をお祈りし、お祝いの言葉といたします。グラッチェ。Mi auguro di che i cittadini portino avanti anche in futuro le attività degli scambi culturali internazionali come questa, e chi associazione degli scambi internazionali di Ito sviluppa di più. Chiudo il mio discorso qui con tanti auguri a tutti i signori interessati. Grazie.では先ほどご紹介させていただきましたリエティ市訪問団からご挨拶をいただきたいと存じております。私はキエデレンディスコルスのサルトダレプリシニョリダレデレガチョネダリエティリエティ市副首相スティンバルディ・ダニエリダニエリエ様、太陽の祭り実行委員会委員長レナード・ブッチョニ様、前にお進めください。ポテテベニーレインチェントリーゼBuongiorno a tutti, grazie Sindaco. Noi siamo venuti in tanti per ravvivare la nostra amicizia, perché teniamo molto a questo rapporto che va avanti da tanti anni. Portiamo il saluto del Sindaco Antonio Cicchetti, che la saluta.Antonio Cicchetti 市長からも、よろしくお伝えするようにと申し伝ってまいりました。E siamo qui anche con una rappresentanza delle nostre associazioni e delle nostre aziende per farvi conoscere i nostri prodotti e la nostra capacità e la nostra cultura. 私たちここにはあの、訪問団の中には私たちの団体、また企業、そしてあの関係者、私たちの文化を紹介する関係者がたくさん参加しております。今日はそうしたことをまた皆さんにご紹介できるかと思っております。Vi ringraziamo davvero dell'ospitalità e vi aspettiamo come ogni anno a Rieti quest'estate. Grazie. Buonasera a tutti. Konbanwa minasan. Dal 1981 che vengo a Ito a darvi fastidio.E ancora continuerò fino a che avrò salute. 85年から私は皆さんの邪魔をしています。これからも皆さんの邪魔をしに参ります。この次の20年continui così。20年、この30年このように続いていけると思います。senza esagerare、あまり大げさには言えませんけどね。Niente, poiIl motto solito. Prima di tutto vorrei salutare quel signore lì, fotografo, Mikio Takeshi. Mikio Takeshi, ciao. È stato il primo fotografo del 2010, perciò è da salutare. Comunque il motto è Rieti Ito per sempre insieme. Rieti Ito è...
お伝えしましたように、今年もこのステージ の前列皆さん22名イタリアリエティからお客様がお見えいただいております。皆様un posto in piedi per favore un posto grazie この方たちです。どうぞ拍手でお願いします。井戸清志様にご挨拶をいただくのを忘れておりました。失礼いたしました。皆様改めましておはようございます。最近こういうイベントになりますと、安神祭の時にも乾杯の時に実はハプニングがございまして、今日も忘れられたので、最近存在感が薄くなってるのかなというふうに自分で感じておりますけれども、今日は皆様、イタリアリエティ市の皆様ようこそ伊藤でいらっしゃっていただきましてありがとうございます。今日は23回目の、国際交流フェスタということで、リエティ市と33年、リエティ市とのこういうのが長いんですね。このフェスタが始まったということで、たらい乗りとそれから、樽乗りの、競争の縁ということで、ございますので、ぜひともこれからもですね、この両氏の関係が永遠に続くことを、ご期待を申し上げる、またご記念を申し上げるところでございます。今日は、11月の23日、国際交流ということですから、アメリカでは、ブラックフライデーという、皆さんご存知ですか？ブラックフライデー、昨日あたりからニュースでやってますけどね、明日の記念日に向けて今日は、物がたくさん売れる、黒字になるということでブラックフライデーということで、ございます。ということで今日は、販売店外でも飲食やってますし、中でも物販もやってますし、ぜひとも皆様ですね、景気が悪いと言われている中でございますけれども、今日一日、この国際交流フェスタですね、お財布の紐を緩めていただいて、ぜひとも皆様が潤うような、そんな、フェスティバルにしていただければ、幸いかなと思います。何しろ、国際色豊かに、アンティー祭、そしてこういった国際交流フェスタが意図して開かれておりますことをですね、ぜひとも市民の皆さん、そして市外の皆様にも、知っていただいて、伊東市の国際色豊かな街であるということを、ぜひとも広めていただきたい、そんなように感じているところでございます。今日はこれからね、一日このフェスタが、ありますので、ぜひとも、楽しんでいただいて、明日の英気を養っていただければと思います。本日、ここまで準備いただいた国際交流の、メンバーの皆様、本当にご苦労様でございました。また、ご参加いただいている皆様、ぜひとも今日、皆さんが笑顔で帰っていただけるような、そんなフェスティバルになることを、ご記念申し上げまして、簡単ですけれども一言ご挨拶とさせていただきます。本日はおめでとうございます。どうも失礼いたしました。そしてありがとうございました。それでは今日のセレモニーはこれで終了いたします。これから今おっしゃってくださったように、このステージ上でさまざまな楽しいパフォーマンスが行われます。どうぞお楽しみください。